のまでーす。ドラクエ5、人間キャラ縛り、続きやっていきましょう。ようやく、馬車を入手したところで、で、ちょっとね、カジノ、コインだけは増やしたので、早速、ちょっと装備を変えていきます。当然、メタキンの剣を装備。で、確かヘンリーがグリーンガムの3つ装備できるので、これで、あと10万。とりあえずはこれだけでいいかな。あと必要になれば、エルフの飲み薬とかを、自分用に。今はいいか。よし。ではでは、これで、武器だけは、もう、交換必要ないところまで行ったので、早速、サンタロース行きましょうか。いや、強い強い強い。だね、武器は強いけど、防具がね、ほら。痛いんで、やっぱり、ダメージはちょっとなんとかせんとダメなんで、そこは、これからちょっと防具買っていくって感じですね。で、サンタローズ戻ってきて、確かここスライムがいたよな。しかも特に何もなかったよな。もうあれから変わってないもんな。宿も特に変化なしかな。壺もとじゃあ、あと、教会行って、で、これで、ヘンリーが、ラインハット、実体なんとなく、気づき始めるってところですね。ベラまたこっち来てるってことなのかな？今いけるかな？ヘンリー防具ないからな。ちょっとお金稼いで戻ってきて、どっかの方がいいかな。ここぐらいはいけるかな。
火力でゴリ押しできるかな。いやー、カン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 。これはダメだ。いや、強い強い強い。ちょっともうちょっときちんと防具整えてからいかんとダメだ。一旦戻ります。これは下までたどり着けない、今は。品揃え的には同じかな。うわ、まだでも10受けるか。あとはもう、レベル上げてヘンリーが、守備力上がるの待つしかないんかな。今度は大丈夫でしょう。さっきはさすがに。ダメージ大きすぎて全然あかんかったけど、メタルスライム、あ、もういなくなった。 素早さも上回ったかな。メタルスライム、お、逃げんかった。まあ逃げるよな。あ、違う違う違う。ブラウニーから倒したらよかったな。あ、でも、無知だけで腐った死体は無理か。防具だけでもやっぱ全然違うな、この安定感。こっちじゃなかった。まあ攻撃前取れるようになってるのも大きいけど、スライム起き上がってってのんじゃまくさいか、逃げよう。
で、天空の月を。よし。では戻りましょうか。お、メタルスライム。1匹残った。よしよしよし。よし、残ってる。あー、あと1。よし。話進んだ。よしよしよし、これでラインハット戻れる。もう一泊。家にお金は貯まるな、これ。ラインハットに戻ってきた。武器屋だけで防具はなかったかな。城は、よし。で、正面からは入れないの。ここも閉まってるよな。なので、いかだを使って、地下から侵入と。
で、ここから先がモンスターが出るから。防具だいぶ固めたのに、ここまで来たらまたダメージ2桁戻ったなぁ。いやきついなぁ、地味に。で、攻撃が前取れなくなってる。しかもマヌーサかかってるし。当たったら大きいんやけどなぁ、ダメージ。バギーとイオ、しょうがない。もう8とか最低ダメージやん。しかもイオ効き悪いし、こいつ。これめんどくさいやつやな。経験値ゴールドはいいけど。ドースとクックル。よし。で、ここのスイッチ踏んで、よし、場内入り込んだ。で、これが、何やったっけ？モンスターやん。あ、そうそうそう、ドラゴンキッズ。すごい、本当モンスター起き上がらんね。ここは、開けとくことってできないか。ってことは、次来るときもやっぱ地下、必須ってことやんな。樽とかは以前に、もう、回収してるから、多分、中身は変わってないやろう。で、進化の秘宝とかの話かな？で、ラインハットの鍵受け取って、
上に行ってもさまよう鎧がいるから。じゃあこれで、書庫を調べて、ラーの鏡取りに行くって感じだね。これやな。ガスミンク。よし。そして、マリア上だったっけ、いるのは。あ、ここにいた。あ、こっちか。じゃあ南の塔へ行きましょう。なんかちょこちょこアイテム手に入るよな。意外とみんななんか宝箱落としてくれてる。ドロップ品が結構多くてありがたい。いや、クックルー強えなー。めちゃくちゃなんか攻撃痛いぞ。これ今このまま。まあ、ラーの鏡入手して偽太鼓行っても勝ち目ないよな。
ず素早さが低い、二人とも。攻撃受けてから攻撃してるもんな。先制許してる時点で、ちょっとまずいよな。レベル上がった。素早さ3上がった。これは大きい。で、リレミと覚えた。さまよう鎧。スペクターがこれがなー。よしよしよし。魔法の聖水と、なんもなしか。どうし。いや、早く早く。いや、やっぱ遅い。もうちょっと素早さ、上がってくれんと、きついな。偽対抗戦は多分主人公がもう回復に追われる感じになると思うねんな。結構ヘンリーの攻撃にかかってくるん違うかな。お、メタルスライム。まあ、逃げるよな、大体は。よし。あと、左側の通路行くの忘れてた。の奥も宝箱あったんか。ってことは、左行って、あれ？いや、違う違う違う。まずここを上がっ、いや、え、いや、左し、でいいんか。そうそうそう。ちょっとマップを忘れてる部分があるな。おいおいおい、混乱はやめて。着ているものを脱ぎ捨てたとかって出たな。装備外れとるし、もう。
あれ？違ったか。あれ？じゃあ右上から上がって、なんか見落としてる気がするんやけどなぁ。あそこの宝箱だけやったっけ？まずこれの奥。違う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 、そっちじゃない。てえな。いやー、さまよう鎧一体は。敵の攻撃力やばいんすよね。これで全部か。こっちはもう何もなで、向こうはもう行ったから、これで一通り回ったかな。よし、じゃあ戻りましょう。ここでちょっとセーブして、次回ちょっともうちょっとレベル上げてから、ニセ太鼓を挑んでみたいと思います。今このまま行っても多分負けるような気がするからな。ということで、また続きの方、動画アップしていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。